何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。やるぜ。どの任務を引き受ける？戦闘を始めるぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。ちょっと手伝ってくれ。倒せ。狙い通り。苦戦してんのか。言ってやらないとな。感謝する、ゲルガー。ニケさんの役に立てたなら、命を張った甲斐がありましたよ。救援要請か、行くぞ。ここが拠点さ。まずいな。誰か加勢してくれ。拠点を立てな。こんなところで死なれても困りますからね。
相手する。完璧だろ。断じて逃がすな。相手する。苦戦してるの？どうせ輪の焼ける。言ってやろう。狙い通り落ちた。捕らえた。無駄な。相手する。狙
然さ。助かりましたよ。頼れる範囲がいてよかったっす。つまらん遠慮するな、オルオ。死んだらどうする。苦戦してるみてえだな。行かねえと。行ってやろう。狙い通し。君、こっちを手伝ってくれる？完璧だろ。よく来てくれたな。覚えとくよ。慎重すぎて困ることはない。気をつけろ。狙い通り。当然さ。
死なずに済んだ。困った時はお互い様だ。命来通り。あれは救援要請。急行します。当然だ。意外と手だれじゃないか。見たらまた大騒ぎだ。捕らえた。狙い通り。捕らえた。完璧だろ。
どの任務を引き受ける？ありがとうな。さすがにヤバかったよ。礼などいい。任務を続けろ。相手する。おっ。で、捕らえた。おっ。で、狙い通り。無茶をすんなよ。急いで拠点を作れ。相手がどんな強敵だろうと、もう俺は逃げねえ。
倒さ。捕らえた。落ちたら。行くぞ。俺たちの力、巨人に思い知らせてやる。私も行きます。あんなの余裕さ。狙い通り。捕らえた。完璧だろ。相手する。苦戦してるみてえだな。行かねえと。私に乗るからだ。気をつけろ。救援要請か。助けに行かねえと。ところで死なないでくださいよ。あんなの余裕だ。落ちて。狙い通り。捕らえた。完璧だろ。
何か提案がある。意見があればいつでも来い。何か提案があるのか。意見があれば何か提案があるのか。意見があれば。今日はどうするの？また来てね。どの任務を引き受ける？またいつでも来い。いいものが揃っている。また来てくれよ。いらっしゃい。また来てちょうだい。最後に勝利するのは俺たちだ。休息も兵士の仕事だ。やれ。お。訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。なあ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か？そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。
こんなところでへこたれちゃいらんねえ。これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。エレン、待って。訓練に対して意気込むのはいい。だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。うるせえなミカさん、いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。けどエレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配。だから俺はお前の弟でも子供でもねえって。まあ二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。なんだよ、まあ確かに付き合いは長いけどよ、あのやりとりをどう見たら仲がいいと思うんだ。とりあえず俺たちも戻るとするか。明日も早いし、さっさと休もうぜ。やれやれ。生きて帰って初めて一人前だ。珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんでな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。さあな、理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。
いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ俺も見習いてえな。実験日和だ。さあ行くよ。わけで巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろう。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。黙って従え、クソメガネ。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。私から強制はできない。本人次第だな。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。お前、あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。チッ、了解だ。さあ、捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。
我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。急いで拠点を。一緒に可愛い子を捕まえよう。相手する。落ちる。命来通り。面倒なことをさせやがる。リヴァイ、もっとやる気出してよ。人類が勝利するためには大切なことなんだ。当然だ。拠点の設営ができたぞ。リヴァイ兵長、助かります。軍隊長、残りの設営予定地点は3カ所です。捕らえた。こいつは通していいんだよな。いや、やれ、とんだ任務だ。言ってやろう。すみません、手を借りられて助かってます。ああ、いいんだ。お前も大変だな。ありがとう。その調子で頼むよ。はい、了解です。やつは捕獲対象じゃないよな。狙い通り。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。あっちに強い巨人がいるのかな。はい、ありがとう。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はしますが。あんなの余裕だ。また巨人を生け捕りにするなんて。ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。あの子も欲しいんだけどね。仕方ないか。頼むよ。縁談か。救援に向かおう。拠点を立てな。倒すな。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされても、相手する。ハンジ分隊長、拠点の設営予定地点に巨人を発見しました。どれどれ。あの子も違うな。よし、討伐して拠点を設営しちゃおう。狙い通り。狙い通り。討伐完了、拠点を設営します。軍隊長、残りの設営予定地点は2カ所です。楽しみだな。どんな子がいるかな。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。
無理でもやるんだよ、オルオ。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。完璧だろ。そっちは片付いたね、オルオ。引き続き頼むよ。もう帰りて。拠点の設営予定地点に巨人がいますが。あの子か。ちょっと違うかな。あ、討伐していいよ。どうだ、まだ戦えるか。こいつだ、自分の心配だけしとけ。落ちた。拠点の設営が完了しました。よしよし、だんだん捕獲できそうな子を絞れてきたよ。分隊長、興奮しすぎです。設営予定地にいる巨人を排除します。よろしいでしょうか。あの子も排除でいいや。うざま、行ってやろう。完璧だろ。よし、これで拠点を設営できた。分隊長、すべての地点で拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえから。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。さあ、部隊は整った。いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。当然だ。捕獲できそうな子はあの子かな。くれぐれも慎重に頼むよ。拠点さん、先に渡しておいた装備があったはずだ。それを活用して捕獲に挑んでくれ。完璧だろ。その装備を使って捕獲するんだ。確実に捕獲するんだ。
捕らえた。狙い通り行ってやろう。観念してもらうよ。何としても連れて帰るからね。運隊長、落ち着いていきましょう。面白いやつだ。完璧だろ。あんなの余裕さ。アンジ、いい加減にしろ。バカいらないでよ、リヴァイ。こんなチャンスを見逃してどうするのさ。行ってやろう。ハンジのやつ、新兵のことなんか見ちゃいねえな。すいません、リヴァイ兵長、もう少しだけ分隊長にお付き合いください。拠点を立てな。
あんなの用意だ。
失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。失敗しても大丈夫だ。予備の捕獲用装備は十分に用意してある。やったぜ！4メートル級！
でとうございます。これで作戦は成功ですね、分隊長。さっさと引き上げるぞ。いける、これならいけるよ。次の捕獲目標は7メートル級だ。狙い通り。次だろ、あのクソメガネ。当然だ。大きな巨人を捕まえるためにはまず動きを鈍らせる必要がある。両足を切断することで巨人の体勢を崩すことができるぞ。捕らえた。相手する。以上は付き合わねえ。捕らえた。大変です。作戦範囲内に新たな巨人が侵入しました。それってもしかして捕まった仲間を助けに来たってこと？そんなわけねえだろう。廃炉を確保しましょう、分隊長。人為的にもこれ以上の捕獲は不可能です。とも思ったけど仕方ないか。急いで拠点を作れ。最後に手強いやつが出てきたな。
てやろう。倒さ。立体起動装置をやられました。すみません、撤退します。悪いな。完璧だろ。相手する。捕らえた。狙い通り落ちた。作戦は終わりにするぞ。ああ、捕まえた子たちを早く連れ帰って実験を始めよう。あっ、終わりだ。さっさと撤収するぞ。みんな協力してくれてありがとう。さあ、あの子たちと一緒に帰ろうか。すごい。本当に生け捕りにするなんて。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。うなじ以外の弱点がないか確認しないとね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね、なんと言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、フィルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても決して無駄ではない。いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。軍隊長、壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。あ、まだあの子たちに名前をつけてなかったね。うっかりしてたな。聞いてください、軍隊長。
さすがに立体軌道には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ誰にでもできるってわけじゃねえんだろうな。おい、じゃあ教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うぜえな。誰がうざいって、才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。何、お安い御用だ。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。早く来て。はあ、こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ。あ、立体軌道だって。そんなの今度でいいだろう。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブッブ、あの話を知っていますか？なら教えてあげますよ。少し前に同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は彼が得意とか、コニーには妹と弟がいるとか。で、ジャンは直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのは、ジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サッシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの妹女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。話すようなことはねえよ、あのババアのことなんて。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。どう思います？
どうも。私に何か用ですか？すみません。急用を思い出しました。また今度に。どうしたの？今の。ねえ、サシャと喧嘩でもしたの？ダメだよ、早く仲直りしなくちゃ。そんなことか。あのバカは故郷の言葉を恥ずかしがってんだ。バカ丁寧なあの喋り方の方がよっぽどうざいんだかな。もう誰もがユミルみたいに無神経じゃないの。サシャにはサシャの考えがあるんだから。ですか。今度は何でしょう。私の言葉遣いのことですか。クリスタたちから聞いたんですね。知られてしまったなら仕方ありません。お話しします。ユミルが言った通りなんです。私、故郷の訛りが恥ずかしくて。それに、ずっと村で過ごしてきたから、狩猟のこと以外、何も知らないんです。だから、周りに遠慮してしまって。けど本当は、皆さんともっと自然に接したいんですよ。お願いです。力を貸してくれませんか？ありがとうございます。あなたなら協力してくれると思っていました。あなたがいてくれればなんとかなりそうです。よろしくお願いします。意見を聞かせて。おお！こんにちは。
調査兵団として。やあ分隊長、無茶ばかりして。私はあんなに生き…よ、こんにちは。調査兵団として感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はナラバ、こっちはゲルガーだ。一応場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのはわかるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵站拠点を設営する。総員、準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。倒せ。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控えろ。いいな。捕らえた。無駄だ。鼻が効くが、エルヴィンほどには効かない。落ちた。捕らえた。あんなの余裕さ。狙い通り、味わいなか。ほらよ。落ちた。
拠点を作れ。よし、その調子でやれ。行ってやろう。救援要請か。行くぞ。いかに。倒さない。捕らえた。狙い通り。捕らえた。当然さ。厳しいな。相手する。安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。お前のような匂いの奴はあまりいない。狙い通り。救援要請か。行くぞ。捕らえた。落ちた。捕らえた。私はここの守りを固めておこう。足りねえな。急いで拠点を作れ。相手する。倒さない。完璧だろ。行ってやろう。うざ。ふざけんなよ。引くしかねえのか。何とかしてやらねえとな。狙い通り。味わいな。落ちた。当然さ。倒さ。
俺はここの守りに徹する。狙い通り。捕らえた。ここが拠点さ。いいぞ、あと少しだ。相手する。見張り拠点の設営は失敗したか。周囲の警戒を怠るな。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。あんなの余裕さ。すぐに任務に取り掛かれ、油断はするなよ。あんなの余裕さ。こうも手こずるとは。確認。私が向かいます。行ってやろう。俺だけじゃどうにもならん。落ちたら完璧だろ。見てやろう。新兵の動きじゃなかったぞ。当然さ。はっ、助かった。増援を呼んで戦況を立て直す。壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。俺が最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。落ちたら捕らえた。狙い通り。完璧だろ。拠点を立てな。増援を調達してこよう。倒した。捕らえた。完璧だろ。あんなの余裕だ。狙い通り。落ちた。捕らえた。当然さ。
強いな。その調子で頑張ってくれ。狙い通り。これだ。落ちる。行ってやろう。完璧だろ。兵站拠点の設営が完了したようだが、撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。ここまで近づいて気づけないとは。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。相手する。捕らえた。狙い通り。そこを守って、奴らを止めて。捕らえた。行ってやろう。救援要請か。行くぞ。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。奴らに兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。始まりだ。オラか。一気に行け。狙い通り。拠点の設営作業に移ろう。落ちた。狙い通り。落ちた。倒した。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。やろう。あんなのどういうの。
でに兵団拠点に大きな被害が出ている。一刻も早くここを離れるぞ。無事だった？はい、問題ありません。まだ気力は残っているよ。はっ、大丈夫。さあ、行こう。まだ気力は残っているな。問題ない、行くぞ。狙い通り。あんなの余裕じゃ。いいぞ。だが突っ走りすぎるなよ。落ちた。取られた。行ってやろう。お前も言ってくれるか。ああ、了解だ。すまねえな。相手する。狙い通り。あんなの余裕だ。落ちた。
相手する。よし、退路は確保した。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人はまだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事はしばらく立ち直れないかと。だろうな。調査兵団として、調査兵団として、調査兵団として、君には何が見える？敵は何だと思う？そうか、すまない、変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が
立体軌道で逃げたっていうから僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ。また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺も二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。そう、決めたんだ。あんた弱いくせに根性あるからね。兄ってさ、実は結構優しいよね。は？だって僕らに調査兵団に入ってほしくないみたいだし、憲兵団に入るのも何か理由があるんじゃないの？別に、私はただ自分が助かりたいだけだよ。お前の意見は？おお、なんとかしないとね。楽しみだ。さあ行くよ。ついにこの日がやってきたね。待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が。分隊長、ウキウキしすぎです。そろそろ壁外調査も近いんだし、しっかり検証しておく必要があるよね。てめえのそれは半分趣味じゃねえのか。いやいや、調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。まあ趣味っていうのも否定しないけど、これが人類の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。ああ、やれるかわかんねえがやるしかねえ。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。すみません、巨人になれなくて。いや、エレンは十分頑張ってくれたと思う。君が巨人化できなかったのには何か原因があるはずだ。エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。
そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？そう、私も同じ仮説を立てていたんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみよう。おいハンジ、どういうつもりだ？壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか？エルヴィンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね、エレンも君も。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。よ、何見てんだ？今、ミカサのこと見てたよな。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただ、あいつ、いつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうの、なんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよジェン。ごめんなさい、私のせいであなたを傷つけてしまった。でも血が滲んでいる。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって。お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当にごめんなさい。
心臓を捧げる覚悟はできてる。